どうも、レウンゲーム TV です。今回はゲームに登場するものの後ろをよく見ると実は隠れている小ネタの数々をまとめてみました。たぬき商店に行った時に豆吉とつぶ吉がかぶっている帽子、この帽子を後ろから見てみると、よく見るとベルが1枚貼り付けられている。何度も店に来ていたはずなのに意外と気づかなかった。細かすぎる。琴乃さんが島に訪問した時に持っているノート、何か書いているような仕草をしていますが、後ろを向いた時にこのノートを覗いてみると、よく見ると動物の森の主人公の全身の図のようなものが書かれているのがわかります。琴乃さんのファッションチェックを受けたお礼としてもらえるアイテムの一つ、ケイトのスニーカー。椅子に座ってこの靴の裏側を見てみると、裏にケイトのブランドのマークが書かれている。作り込みがすごい。ゲームに登場するアヒル住民の一人、守る。彼がかぶっている水泳キャップのようなものの後ろを見てみると、1の5という学校のクラスのような数字が書かれている。かわいい。海で獲れる生き物の一つ、エイ。博物館の魚コーナーでこのエイの裏をよく見てみると、顔のようなものが描かれている。かわいい。この裏側の秘密は風太くんの解説でも聞くことができ、浮かべると狼で口が割れるようで可愛いんだよね。実際のエイの裏側に忠実に作られているようです。細かすぎる。ちなみに、そんなエイの後ろを家でカメラを動かしてみようとすると、なぜかどの方向に動かしても後ろを見せてくれようとしません。他の魚も同じ仕様になっており、永遠に正面を向いて回り続けるというシュールな光景に。ちなみに、魚を見せびらかしながら、トタケケのライブを聞くと、裏側を見られるかも試してみましたが、同じく、正面しか見せてくれませんでした。ここで、以前のサンリオ家具小ネタ集で、紹介していなかった小ネタを一つ紹介。キキ&ララなベッドの後ろをうちわで仰ぐと、星の飾りがゆらゆらと揺れる。細かすぎる。以上、いろんなものの後ろに隠れた細かすぎる小ネタ集でした。